ホラーゲームと言ったら、やっぱりこれだよね。皆さんこんばんは、スフィアリアです。今回はね、ホラーゲームの中の神ゲー、シャドウコリドー、通称ね、カゲロウを遊んでいきたいと思います。以前にね、実況で遊んだことがあるんですけれども、当時はですね、喋りも、それからね、音質も良くなかったので、本当にね、黒歴史のね、見るに耐えないような動画だったんですけれども、あれからですね、2年半ぐらい経ったのかな?だいぶね、喋りも、それからね、編集にも慣れてきまして、まあ見れるぐらいのね、実況にはなっているんじゃないかな、ということでね、今回は最終録という形で、こちらのね、シャドウコリドー1からね、遊んでいきたいと思いますので、またね、お付き合いいただけたらなと思います。それではね、早速メインゲームでね、遊んでいきましょう。はい、ということで、以前にね、最後までクリアしてあるんですけれども、ちょうどね、パソコンのデータが吹っ飛んでしまいまして、またね、最初からになっているので、まあちょうどいいかなーっていうタイミングもあってね、今回は遊んでいこうと思います。なので、また大曲頭もね、最初から撮っていこうと思うんですけれども、で、まあ以前にね、実況しているので、ロジェはね、チュートリアルなので、日暮らしの街道からね、遊んでいこうかなと思います。で、まあ難易度に関しては以前にもね、話をしているんですけれども、初心者だとちょっとね、足りないので、なので挑戦者、まあノーマルでね、遊んでいきたいと思います。それではね、早速遊んでいきましょう。うわ、この音懐かしいな。日暮らしの街道ね、やっていきましょう。鏡に触れた瞬間、あたりが暗闇に包まれた。気づくとそこは、さっきまで私がいた路地ではなく、どこまでも暗闇が支配する、複雑に入り組んだ街道だった。ここから出なければ。無邪気な冒険心は吹き飛び、不安と焦燥感が胸を締め付けた、ということでね、やっていきましょう。うわ、この感じ。いやー、懐かしいね。さあ、では早速ね、やっていきましょう。カゲロウね、まあ結構ね、有名なゲームなので、ね、知らない方の方が少ないかなと思うんですけれども、まあ、初めてね、見る方もいるかもしれないので、まあ説明しながらね、ゆったりまったりやっていきたいと思います。で、カゲロウに関してね、ちょっと、あれなんですけど、音がね、重要なゲームになってくるので、ね、両耳でね、イヤホンつけてると、すごくね、喋りづらいので、いつも以上にね、こう喋りが悪いところがあるかもしれないんですけれども、ね、まあ、お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、ではそこにね、読み物があるので、これをね、読んでいきましょうか。君の身に何が起こったか、理解できず混乱していると思うが、どうか私の言うことを信じてほしい。奴らに見つかる前に、今すぐにそこから移動するんだ。もし見つかってしまえば、君の命はないだろう。ここからさらに奥に進むためには、マガタマを集めて祭壇に収める必要がある。マガタマは鍵のかかった部屋や、鳴き声の主の近くに置いてある可能性が高い。そして、コンパスを探すんだ。コンパスの針が刺す方向に祭壇がある。私はこの回路の奥で君を待っている。私たちがこの世界から出るためにも、君の協力が必要だ。君と生きて会えることを願っている。K よりということでね。まあ、このゲームはですね、今ね、書いてあったことが全てなんですけど、マガタマをね、右上にね、出ていると思うんですけれども、5分の0ってね。マガタマを5個集めることで、まあ、集めて祭壇に収めると脱出することができます。うん。で、まあ、脱出するためにはですね、そのマガタマをね、5個集めていくわけなんですけれども、まあ、そう簡単にね、まあ、脱出できるわけでもありません。うん。おっと?もう聞こえてきましたね。そうなんですよね。敵がね、
出てくるんですよ。今の状況だと全部で3体かな、パッシブアイテムね。はい、これに関してもまあやりながら説明していきましょう。音が近いね。左側から聞こえてるかな？ちょっと待ちますか。右側から聞こえてるよね。うん。向こう側の方にいるね。出て大丈夫かな？出ちゃおう。いないかな？うん。大丈夫か？向こうの方にいるな。はい。ということで、徘徊者なんですけれども、そう、徘徊者ね。徘徊者の説明せずに徘徊者って言っちゃったね。うん。徘徊者がね、いるんですよ。で、その徘徊者にもね、種類がありまして、視覚、聴覚でね、まあ、追ってくる敵がいると。うん。まあ、それはね、他のホラーゲームとかでも一緒なんだけど、特に、まあ、カゲロウにおいては、その、視覚、聴覚っていうのがかなり重要で、いきなり手に入ったな、マガタマ。鍵もあるか。オッケー。懐中電灯。懐中電灯すごい楽だな。で、今のね、徘徊者。カグラスズの徘徊者って言うんですけど、シャンシャン鳴らしてたやつね。あれは、視覚と聴覚、両方でね、追ってきます。なので、まあ、走ったりとか、あとは、爆竹っていうね、アイテムがあるんですけれども、そういったアイテムで、まあ、おびき寄せたり、あとは、向こう側から寄ってきたりとかね、しますね。そして、今ちょうどね、2体いるね。見えるかなあれ。ちょっと見えづらい位置にいたね。うん。今のが、ドタドタですね。ドタドタ。うん。お、いいね。鍵も。ありましたね。これはろうそくじゃないや。うん。なんだっけ？ライターで照らした方がいいかな。そこにね、もう一人いるね。で、その前に、そこにもね、あるんだけど、その前に、こっち側も探索しちゃおっか。で、今ね、鳴き声がね、聞こえてたと思うんだけど、あれもね、徘徊者の一人で、なんであそこ明るいんだ？一人でですね、鳴き声の主なんですよね。おっと？点滅してるな。近くにいるね。どうしようかな。このろうそくも点滅するようだったら、ちょっと考えようか。で、泣いている女の子はね、音に敏感なんですよ。で、視覚は関係ないので、なので、まあ、前を通っても、まあ、ある程度ね、近くなければ、バレることはありません。うん。なので、逆に言ったら、なんだ、爆竹とかで、まあ、音を鳴らしてあげれば、まあ、逆にね、誘導することができるというわけですね。来てんな。カグラセスの徘徊者が。うん。ああ、こっち、そこはなんだろうな。そこのね、明るい扉がちょっと気になってんだけど。いるね。ああ、なるほどね。はいはいはい、わかった。ここか。したらそこの曲がった玉取っちゃった方が、楽なんだけど、近くにね、カグラスズの徘徊者もいたので、ちょっと待ちますか。マガタはもう3つ、ね、ある状態だね、今ね。取ってないけど。あのろうそくが点滅するようだったら、向こう側はちょっと諦めた方がいいな。今のところはね。うん。まあ、ね、タイムアタックやってるわけでもないので、ね、ゆったりやっていきましょうね。うん。お！いいね。カメラもゲットしたか。で、そう。パッシブアイテムっていうのがありまし、おっと？古いカメラ。これのチュートリアルも出るんだ。
ちょっと遅かったような気がするけどね。うん。で、パッシブアイテムっていうのがあって、で、まあ、それがまあ何かと言いますと、さっき撮ったね、あの、左上のライターの下の、ね、紫の帯なんだけど、それがね、あの、何かというと、まあ、いろいろとね、パッシブアイテムっていう効果がね、持ってるだけで、機能するアイテムがあって、で、今持っているのは、左下に HP がね、出てるんだけど、100っていう。それが、それをね、消費することで、いるね。あれが鳴き声の主ね。うん。消費することで、なんだ。消費することで無限に走ることができます。体力の続く限りね。うん。まあ、逆に言ったら、切れたら終わりっていう感じなんだけど、体力がなくなったら終わり。うん。で、これはね、さっきも言ったけど、音に反応するので、こうやって爆竹を投げてあげれば、ほら、ね。こんな風に誘導することができると。うん。アイテムないかな？で、あんまりね、近すぎても、捕まってしまうので、いくらね、目が見えないって言ってもね。うん。なので、このこけしも取ってと。で、爆竹が鳴ってる間は、一応ね、歩いても問題はありません。うん。なので、まあ、爆竹が鳴ってる間はね、歩いても大丈夫なんだけど、まあ、怖いっていう方は、まあ、こうやってね、しゃがんで行った方がいいかなと思います。おっと、今すげえ楽かったな。大丈夫か、今の。したらね、どうしよっかな。ライトとか当ててもね、結構やばいので、うん。よいしょ。大丈夫かな？そし、今、一瞬聞こえた今。一瞬聞こえた今。おっと？聞こえた今の。ね。どこにいるの？って言ってたよね。うん。よくね、ホラーゲームやってる時にね、俺結構ネタで言ったりするんだけど、どこ？どこにいるの？ってね。ね、言ったりするんだけど。うん。それは、この鳴き声の主のネタですね。はい。うん。まあね、ホラーゲーム苦手な人からしたらね、すごい怖いセリフですけどね。うん。なんかさ、画面明るくない？なんかさ、明るすぎない？なんかちょっと。ね、ちょっと明るいよね。グラフィックかな？明るさを、ちょっと下げよっか。このぐらい？このぐらいで、再開。どうですか？まだなんか明るい。なんか、ね、すんごい明るいよね。大丈夫かな？おっと、これはやばいかも。これは、来てます。大丈夫か？大丈夫かな？ OK？ うん。で、パッシブアイテム。待った。パッシブアイテムの説明をね、したので、続いて、近くない？続いてね、アイテムのね、説明をしていこうかと思うんだけど、大丈夫か？うん。本当に大丈夫？いないか？うん。右上の、どうしよう。どうしようかな。どうしようかな。どっちから来てるかわからん。向こう側から来てるかな？困ったな。向こうにね、曲がった玉1個あるのを知っているんだけど、それはちょっと取れないな。
どうしようか。とりあえずアイテムの回収しよっかな。死刑な。あ、鍵かかってる部屋。これ、マガタマあるか？あったー。ありましたね。これで、あと一個なんだけど、近いね。見えないかな？見えないか？消えたね。お？ドタドタもいるか、これ。いるね。え、じゃあこの間にね、ちょっと説明しちゃおうかと思うんだけど、アイテム欄の、この、右上のこれね。これが、爆竹ですね。爆竹で、まあ、音を鳴らして、まあ、誘導することができると。うん。で、続いて、この、右上のカメラ。これが、まあ、写真を撮ることで、一時的にね、動きを止めることができるアイテム。それから、ラッキー。懐中電灯なかったからな。で、続いて、その左。これが、まあ、鍵。で、この青いね、あの、石みたいなマーク。これが何かっていうと、さっきからね、ちょこちょこ置いてるんだけど、置くと、こんな風に、明るくね、できるんですよ。なんで、このね、光は、徘徊者には見えない光なので、なので、まあ、うまく活用して、まあ、光源を取る、みたいな、役割があります。うん。お、いいね。爆竹がちょっと欲しかったかな。オッケー。で、雲か。うん。でね、マガタマって、5つしかないっていうわけじゃないんですよ。ここはあれか、石部屋か。うん。マガタマね、ステージに、5つぴったりしかないというわけではないので、さっきのところにしかないってわけじゃないんで、まあ、他のところでね、見つけてもいいんだけど、で、そう、このね、パッシブアイテム、他にもこういうね、緑色の葉っぱっていうのもあって、これ何かっていうと、これをね、持ってると、ね、確か、このね、走った時の、下のね、この緑色のゲージが、スタミナなんだけど、これのね、回復速度が、上がんのかな確か。で、赤色の葉っぱだと、確かね、なんだっけな。体力が回復するのかな、そんな感じだったと思う。うん。なんでね、いろいろとね、パッシブアイテムってあるんですよ。例えば、長靴とか。そう。まあ、長靴は、まあ、あ、カメラあんじゃん。カメラもらっとこう。ライトもね、使ってるとどんどんね、右下の電池マークが減ってっちゃって、で、あれなんだよね、明るさがね、どんどん低下してっちゃうので、なるべくね、懐中電灯は、あったらね、取っといた方がいいね。したらあれ取りに行くか。最後の一個ね。ただ、今回で、大曲頭も、撮りたいので、何回も来るのめんどくさいんだよね。なので、大曲頭もね、撮りたいので、あそこだよね。そしたら、こっち側ちょっとね、探索しちゃおっか。ここもね、曲頭があるんだよね。ここだっけ？ここだね。ここで、開けることで、はい、曲頭5つ目と。はい。これで、全部のマガタマが揃いました。ね？こんな風に、まあ、マガタマって、5つ、来てんな。ね、5つぴったりっていうわけじゃないので、なので、鍵は欲しい。ドタドタか。ちょっと隠れとこっか。近いの。目の前通ってたの。ね。その間に、左側もちょっと、入っちゃおうかな。なんかある？でね、この、明かりって結構見られるんで、
なるべくね、徘徊者が近くにいるときは、懐中電灯とか、つけない方がいいね。もうね、近くにいるのにもかかわらずね、懐中電灯つけてる、やつが言うセリフじゃないけど。見えないなぁ。死にたくないからね。何にもないか。ちょうどね、カグラススの行った方向に、俺もね、行きたいんだよね。あるってんね。うん。後ろついていこうか。ね。ちょうどね、今、カグラススの行ってる方向に、俺もね、行きたいんだよね。仕方がないので、こっち側行きますか。なんかあるかな？なんか、ありますか？待って。なんか、走ってきてない？走ってきてない？めちゃめちゃ走ってきてるね。よいしょ。あ、これがそうだね。これが、赤色の葉っぱ。これが、近いな。だいたいね、今ちょっと喋りが良くなかったね。だいたい、なんか、風を切ってるような音がしている時ってのは、真横をね、走っている時だね。うん。さあ、そしたら、カグラスズちゃんがいるなぁ。で、続いてね、大曲頭を取りたいんだけど、これやばいな。こっち側から、お、え？クイックアイテム。え、なにこれ？え、なに？そんなの初めて見たぞ。そんなのあんの？そんなのあんの？これいっちゃおう。どうしようかな。じゃあ、そこら辺に。多分これね、足音聞かれてるから、めんどくさい時は、ああやってもう爆竹ぶん投げて、気を引いてあげるってのも、結構ね、有効だったりします。で、できる限りアイテムは集めておきたい。アイテムないかな？時止めのね、アイテムっていうのもあるんですよ。なんか、地球儀の真っ白いバージョンみたいな。そういうね、アイテムもあるんですよね。そしてこれは行き止まりだ。じゃあ、向こう側から行こうか。ちょうど今ね、鳴らしたから、向こう側にいると思うんだよね。お、鍵かかってんな。開けましょう。何がある？こっち側開けてみよっか。これ多分繋がってるとこだよね。うん。で、大曲頭ってのがね、さっきから言ってるやつなんだけど、それが、何かっていうと、隠しアイテムがあるんですよ。それが大曲頭っていうアイテムなんだけど、それが、うん。それをね、取ると、それをね、5個集めると、隠しステージが出るんですよ。ここ曲がたまだね。うん。曲がたまだよね。うん。記憶が正しければ、そうだったと思う。で、それがね、ステージのどこかにあって、で、このね、なんだ、日暮らしの街道の場合は、なんだ、日暮らしの街道の場合は、広いね、階段がある廊下のところにあります。その大曲頭がね。うん。で、そこのね、まあ、場所っていうのが、なんて言うんだろうな。なんかね、夕日がね、今、さっきのとこみたいに、
こう差し込んでるような場所なんですよ。そこに繋がってるような感じなので、確かね。うん。いいね、こけし。ちなみにね、こけしを集めると、いろいろとね、特典がもらえます。例えば、冒頭に言ったか忘れたんだけど、言ってねえか。あ、コンパス。このね、隠れるカゴとかを、体験版とかだとね、カゲロウってロッカーに隠れるんだけど、その当時の面白さをね、思い出すために、おっと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 びっくりした。そうだった、虫がいたね。虫はこうやってね、カゴの中に隠れるとね、対処できるのでね。行ったね。ゴール向こうか。ゴール向こうか。オッケーオッケー。じゃあ、こっち側だな。ただ、今、ゴールに行っちゃうと、困るんだよな。大曲頭、取ってないからね。いや、虫に驚いたな、今ね。めちゃめちゃ虫に驚いた。そうだ、虫がいるの忘れてたわ。なんか、あれかな。お、鳴き声の虫がいるな。なんかヒントがあれば、お、これは、日が差し込んでるね。ということは、これはもしや、大曲頭のあるところに近いのではないか？これはもしかして、そういうわけでも、ないのか？これ。そういうわけじゃないのかな？というかさ、マイクで拾ってるかわかんないんだけどさ、すごい近くで今、セミが鳴いてる。ちょうどカゲロウをやっている時にね、セミが鳴くという。すごい、今雰囲気が出てますね、今ね。みんなに聞こえてるかわかんないけど。みんなに聞こえてるかわかんないけど、俺の今の環境だと、すごいね、雰囲気が出てるね。じゃあ出口探すか。右の方か。お、出口あったね。出口ありましたね。これが、出口ですね。うん。ここに、曲がたまを、5個置くことで、向こう側から来てるか。近い。どうしようかな。隠れよっか。隠れよう。うん。向こう側にいるな。とりあえず、ろうそくつけて、そっち側がちょっと気になるんだよな。そっち側に行きたい。お！ラッキー。おっと、虫。虫はね、ほら、こうやって見るとね、これ、能面なんだけど、浮いてんだよね。浮いてるからね、一発でわかる。うん。仮取っとこうか。危ね。あ。あららららら。隠れるポイントがない。まあいいや。まあいいや。じゃあ、こっち側。近いね。とりあえず、青い石置いとくか。できる限りね、何回もやりたくないので。なので、ちょっと、周りをね、探索をしちゃいたいと思います。あるかな？まあ、ヒント的なものがもうなかったら、大曲頭集めのね、あれとして、またパートやってもいいしね。うん。こっちね。まあ、ないかな。多分ね、コンパス強化しないとね、多分、無理だな。
無理だと思うんだよね。思うんだよね。うん。ね、動画時間もね、20、30分ぐらいいってるので、ね、あんまり長くても、しょうがないので、戻りますか。おっと、来てたね、今ね。来てましたね、今ね。危ない、危ない。向こう側から、来てた。じゃあ、これで、もう、脱出しましょう。うん。ここの、大曲がた集めはまた別のパートでやりましょうかね。とまあね、こんな感じのゲームなんですけど、どうですかね。ホラーゲームが苦手な皆さん。うん。意外とね、ホラーゲーム苦手な方でも結構楽しめるんじゃないかなと思いますのでね。ね、見てるだけじゃなくて、実際にね、遊んでみるとまた違ったね、目線で見られたりするので、ぜひともね、気になった方は、ね、遊んでみていただきたいなと思います。よし、じゃあ、とりあえず、日暮らしの回廊は、これで終わりですね。達成の証で、バッテリー強化。これはあれだね、こけしを集めたやつでの解放ですね。はい、ということで、クリアタイムが27分19秒63ということで、かなりね、時間をかけて遊んじゃいましたね。ついついね、もう神ゲーすぎてね、こうやって長く遊んじゃうんですよね。タイムアタックでね、こう遊んだりするのもね、まあ俺はね、結構マイペースでやってるのが好きなので、ね、あれなんですけれども、ね、やったことがある方、見たことがある方はね、タイムアタックでやったりするのも面白いかなと思いますのでね。はい、ということで、今回からね、こちらの影楼、シャドウコリドーをね、遊んでいきますので、よければね、最後までお付き合いいただけたらなと思います。はい、ということで、今回もね、最後までご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録、高評価、通知のオン、ツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。